結構雪解けたね、やっぱり帰ってきちゃったみたいな。昨日雪降ったんだけど、みんな多分ね、前回の大雪は全部溶けて、昨日降った分だけが今あるって感じかな。だからあんまりないかな、うん、はいはい、遊んどいて。ちょっとお母さん水抜き戻しますんで、よろしくね。あれ、オフ。はい、終わり。バイバイ、終わりです。パルちゃん、ド S ですか？いや、ド M だな。おバカ。何やってんだか、もう、さてね、今、時刻は3時53分です。早いです。普通だったらね、もっともっと遅く起きるんですけど、これからディスクの大会に行くので、ね、ちょっと早起きしてます。本当はね、近いからそんなに早起きしなくてもいいんですけど、シェップやめて、水抜きをまたしなきゃいけないので、ああ、もうやめて、ね、それもやんなきゃいけないし、なんかね、今日は天気悪いんですよ。で、きっとで、こっちはね、なんか最初なんか15センチぐらいの積雪予報だったのが、今20センチぐらいまた盛り上がっているので、またそこそこね、積もるみたいですね。で、リストの会場はもうちょっと標高が低いので雨という予報になってます。でね、一回戻ってこようかなと思ったんですけどね、やっぱりその高速の状況がちょっといまいち読めないんで、まあ、一応そのまま自宅に帰るという、状態にして、会場に向かおうかと思っています。だから、加藤君、何？どうしたの？むしゃぶるしてるけど、君は出ないからね。ということで、今回の出場選手はキットと、シェップと、まあ、飛ぶなよシェップ、あとパルちゃんとタムちゃんですね、4頭立てで、ここののんびりダーシーズはちょっと車の中で待機してもらって、時々雨の中でお散歩かしら。はぁ、なんかね、せっかく来たんだけど、もう来ました帰りましたみたいになっちゃう、ね、またおもちゃ落としてるし、アホタリが。
さて、大会から戻ってまいりました。一日中ずっと雨が降っていて、ね、しと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 ずっと降ってて、寒かったね。気になる結果でございますが、私、非常にポンコツでございまして、キットとね、シェップ、ね、ほんとごめんね、なんか投げがひどすぎたわ。そして、パールちゃんとタムちゃん、こちらはですね、なんと2人とも一等賞でした。イエーイ。まあといってもね、実はエントリーがタムとパールしかなくて、出れば優勝っていうね、非常に面白いっちゃいけないな、非常になんかねラッキーな展開でございまして、ちょっとジムちゃんだけ、お土産もいっぱいいただきました。プレズさんならではの賞状ですね。記念になりますね。それから、一等賞ディスク。はい、ありがとうございます。ね、これね。それから、これはタムチアンの商品ですね。ヤギミルクパウダーと、深夜にぴったりの関節サポートのサプリメントですね。ありがたいですね。もう年寄りにはこういうの大嬉しいですね。それから、パルちゃんにはなんと豪華に、いつも愛用しているモルトフィーチさんのお水、ね、ケアウォーター1本いただけることになっております。もうね、うち毎回これ使ってまして、あ、やばい、ジミちゃんやめて、本当にね、もうあちこち掃除しまくるっている時にこれを使ってるんですけど、特にやっぱりね、6頭いるのでトイレの掃除には欠かせない一品です。本当にありがとうございます。ということで、ポンコツ極まれりでしたがまあね、まあこんな時もあるさということでございました。はあ、疲れたね。僕はあれだよね、出てないから平気。でもね、まあね、本当にあんまり走ってない子たちもいたので、帰りにいつも遊びに行ってる公園に行って、悔しいのでちょっと練習してきました。でパルはですね、ちょっといろいろと問題があるので少し大会を出すのをやめて整えようかと思ってます。まあね、ちょっと勢いに任せてやってるところが多いので、ちょっとね、整えてそこから指導しようかと思っております。最後までご視聴ありがとうございました。誰だ、カトか。またどうぞよろしくお願いいたします。